デジタルコンテンツエキスポテックビズ支援技術に採択された株式会社リケイに来ています。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は災害、さまざまな状況を VR をつけて体験できるような内容にしてまして、火災、水災、地震、さまざまな状況がコンパクトに体験できるようなものを作っています。それでは早速体験してみたいと思います。じゃあやってみますか。はい。あなたは外出先のホテルの中にいます。深夜、自室でぐっすり眠っていたところ、周囲が騒がしいため目が覚めてしまいました。すやーすやー。ん？外が騒がしいな。騒がしい、確かに。もう火災の報知器は鳴ってますので、外に逃げましょう。でも煙はあまり来てないですけど、まあ、一応逃げますか。はい。火事です。火災が発生しました。火事だ、早く逃げないと。本当だ、煙が上に充満している。煙が上から降りてきてますね。あ、エレベーター、こういう時確かエレベーター使えないんですよね。はい。待って、どっち？さっき出口に地図があったの見ました？見てないです。どうしましょう。まあ、とりあえず右行きましょう。確かに、だいたいドアに地図書いてありますよね。見てない、見てない。で、今熱い煙が徐々に降りてきましたね。何か感じますか？なんか熱い手が、はい、デバイスが煙に連動して今熱くなってきてます。これ多分温度は低いんですけど、今私ちょっと焦ってるのでめっちゃ熱く勝手に感じます。やばい、なんか煙の色も変わってきました。でこれ落ち着いていこう、落ち着いていこう。でここが上を見ると出口のマークが書いてありますね。誘導と、はい、ここは出口でした。よかった。ですが出れなかったですね。おい、誰だよ、置いたの。じゃあ後ろ振り返っていただくと、もう煙がかなり下まで黒くなっておいてきています。別の出口を探すしかない。終わってしまいました、残念ながら。じゃあ次は水彩やってみましょうか。次は頑張ります。ここはなんかどこかモデルがあるんですか？はい、この VR は神戸市と共同で開発をしたものでして、平成30年の西日本豪雨の際に被害が大きかったエリアというものを元にして再現をしています。今行政無線で避難勧告が流れたんですが、仮にこのまま避難をしないとということでストーリーが今進んでいます。なるほど。体験されてみてどうでしたか？どっちも失敗しました。火災 VR の方はまず地図を見逃していたことと、あと煙の知識がないのでどう対応していいか分かんなくてすごい焦ってしまいました。水災害はどうでしたか？水災害の方もちょっと失敗して、最初になんか防災無線が入ってたんですけど、多分私家でスマホいじってるんであんまり聞いてなかったと思います。だから逃げるの遅れそうだなって思いました。やっぱりVR っていうとこう災害の体験を実際するだけにフォーカスしているものも多いんですけども、やっぱりその上でどう行動したらいいかってところが分かるように我々は作ってるっていうところがポイントかなと思います。煙も実際は多分見えなかったりして、なかなか対応難しいんじゃないかなって思いました。はい、それでは最後に見てる方に向けてメッセージをお願いします。やっぱり防災訓練っていうとすごく参加しづらいものっていうイメージを持っている方が多いというのをお聞きしますので、そうした規制概念をこういったもので崩していくというところを目指しています。日本国内だけでなくて世界中で使ってもらえるようなものを目指したいと思いますので、引き続きご注目いただければと思います。石川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。